アトキンスのプロテインバーうめえ。どうもこんにちは。わんぱく食いしん坊だよ。今日なんですけれども、減量中に食べていたダイエット弁当なら爆食いしても大丈夫じゃね、やっていきたいと思います。顔のむくみが取れまへん。はい、ってことで、まあコンテストが終わりまして、爆食いしている日々が続いてるんですけれども、まあ来年ね、実は、フィットネスのコンテストまた僕出ようと思ってます。で、今日なんですけれども、減量期に食べていたダイエットフーズ、まあダイエットのお弁当ですね。ちょっとこちらに出しますよ。でーの、えい！ってことで、こちら。ミールラボさんでございます。ダイエットのね、お弁当を作っていて、まあそれを7食にして、冷凍弁当として宅配してくれるサービスなんですけれども、こちら、僕結構減量中今回食べてました。これ僕最初ね、自分で買って食べてたんですよ。で、そこから、なんと今回ね、お弁当、監修いたしました。監修いたしました。Why? ってことで、ミールラボのお弁当、監修いたしました。ウケるでしょ。けど俺はね、本当に美味しいものを食べてるから、美味しいものを食べて蓄積されていくから、この中に入ってるお弁当の中でいくつか、監修したお弁当があるので、ちょっとそれをね食べていきたいと思います。あとはこれもダイエットの弁当でしょ。だから最近もう爆食いで一気に太りすぎだとかね、本当にボロボロになりますよ体って言われてるので、じゃあね、まあダイエットの弁当だったら別にたくさん食べても大丈夫じゃねってことで、今日はこちらを今から食べていきたいと思います。ってことで早速開けます。ペイ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 。で、まあ開けるとね、こういう感じでまあ入ってるわけですよ。まあこういう感じでね、冷凍弁当が全部入っているような形になっておりますので、全部で7食入っております。なのでこの7食ね、ちょっと今から調理して食べていきたいと思います。ダイエット弁当ならまあいくら食ってもカロリーゼロだから、じゃあ早速レッツクッキング、調理中だよ、チンしてるよ。はい、ってことで完成いたしました。ウェーイ、チンだけで50分かかった。ってことで、これが今期の新しいシリーズなんですけれども、ちょっと見ていきましょう。こんな感じになっております。これね、面白いのがここをねヘルシーにするために、ローカーボの場合はこれがカリフラワーの細かく刻んだライスみたいな感じになっているんですよ。その他にこういう感じで、アボカドとブロッコリーみたいな、けどこういう風な感じでね、タンパク質もしっかり取れるお肉が入っているというような、なかなかね考えられたお弁当なのよ。早速食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずはこちら、これはピザ風チキンでございます。実食いただきます、ね、うん。で、結構その最初にどんなメニューがいいですかねっていうので、俺ねその時減量期だったから、もうメニューが止まんなくて、もういっぱい出していっぱい出して、うん。で、その中で作れそうなの作ってもらって、サンプル送ってもらったんですよ。で、そこからマクロの調整したりとか、あとはこれはもうちょっとこういう味付けがいいな、これはちょっと塩コショウいいなとか、ちゃんとね、ちゃんとやりましたよ、じいさん。はい、うん、うん。俺ピザに関しては本当にマジうるさかったからね、もう皮バンガーがピザバンガーしちゃってくださいよちゃんとって言って、すごくちゃんとね、そのピザの風味が出ている味になってます。チーズも濃厚ですし、美味しいです。うん、じゃあ次に行きましょう。サバビネガーなんですよ。香りも開けた瞬間結構グランメゾン感出てて、これ食べやすくて美味しいです。やっぱり優先順位肉なんですけど、これね結構好きなんですよ。うん、美味しい。タンドリーチキンでございます。インド料理屋さんで出してくれそうなタンドリーチキンでございますよ。やわらけー。お弁当今回ね、この
ね、お弁当とかも目玉焼き入ってるんだけど、この目玉焼きの味にこだわった、俺に関しては。なんかね、無味だったんだよ、最初。で、無味は嫌だなと思って。美味しいです。まずちょっととりあえず軽く食べないけよ。バジルチキンということで、さっきと打って変わってちょっとさっぱりめのチキンでございます。うん、キーマカレーがダイエット中食べれんのよ、これ。これもちょっといただきましょう。ひき肉いい感じです。で、これをカリフラワーライスに乗せて、これは本当にダイエット食かって思っちゃったんだけど、これビーフストロガノフなんですよ。ビーフの感じちゃんと出てるでしょ。いい感じに仕上がってますね。レモンの輪切りが入ってるんで、肉の臭みもなく美味しくて食べやすいですね。サーモンハーブローストでございます。じゃあこれもちょっと食べるよ。サーモン嫌いな人っていないでしょ。うん、食べやすいです。やっぱりじいさんはね、このピザチキンとかは結構いい感じなんだけど、ビーフストロガノフとか結構美味しいよね。全部言うても500キロカロリー以内とかそこら辺なんで、5735でしょ。うん、で35だから、まあカロリーゼロですね。ってことで、ね、ちょっと今から食べてきてと甘えます。ちょっと、こっちから行くわ、こっちから行くわ。言うてもカロリーゼロで美味しいから。野菜パーティーになってます。うん、久しぶりに食った野菜。あっ、熱っ、熱くなってきた。やっぱカレーはね、代謝上がるから、いくら食っても痩せる。食堂を通る瞬間に脂肪燃焼されてるからね。野菜がきついわ。ちょっとね、ブロッコリーは残すわ。ブロッコリーはなんか別でまた使えそうじゃん。ブロッコリーは残すわ。アボカドはいかないとね、これ腐っちゃうね。ちょっとこのブロッコリーだけ集めよう。
ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっと待って。あ、もうダメ。あ、もう、あ、ちょっと待って。ちょ、一切れたら大丈夫よ。うん、ごめんなさい、お腹いっぱいです。え、兄さんね、今日の記録なんですけど、え、弁当4つ、あとは惣菜2つということで1つ残しちゃいました。っていうのはなんでかというと、俺の爆食い見てもらえば分かると思うんですけど、俺ね、一気に食べれないのよ。ちょこ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 、その24時間かけてずーっと、例えば、カツ丼定食2人前みたいな、普通の大食いの人だったらその時に15人前とか20人前バーンみたいな一気に食べれると思うんだけど、俺ね本当に食べてるから、カツ丼定食例えば2人前食べたら2時間後とか3時間後にまた2人前とか食べれるみたいな、でそれがまた3時間後にまた食べれるみたいな感じなんですよ。で、それが一番太るのよね、やり方としては。むくむし、ただそういう感じなんで、一度に大食いっていうのがそこまでできないんすよ、 T さん。ちょっとこれはね、今すっげえ腹いっぱいなので、ちょっとこれは後日食べようと思います。あとブロッコリーに関してはもうこれね、あざみさんにあげるわ。うん、沼として使ってもらおうかなと思います。はい、ということで、今回のミールラボのお弁当、ちょっと D さん監修させていただきましたので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。カロリーがだいぶ低く抑えられているので、で、タンパク質もしっかりとね、取れるような感じで作られているので、今日すげえ疲れたから、まぁ、ちょっと弁当でいいやとか、そういう時とかに役立つと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ってことです。いや、こんだけ一気に食ったら逆に太るわ。